皆さんこんにちは、ヨエカのドラム講座37です。イエーイ、はい、今回はスペシャルゲストに来てもらっています。カイスケさんです。どうもどうも、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。久しぶり。そうですね、久しぶり。久しぶり。初めてカイスケさんと会った時は1回目の日比谷音楽祭ですね。もう2年前、ね、そうです、ね、はい、2年前だ。2年前の1回目の日比谷音楽祭で初めてお会いしました、ね、うん、その時私のなんか印象とかってどんな感じでしたか？いや、あのね、いや噂には聞いてたけどさ、あ、こんなすごいんだと思った。ありがとうございます。こりゃすごいやと思ってさ、うんうん、あのなんだろうな、びっくりしたけどさ、あのね、何回も何回もね、リハーサルとかやってさ、なんかね、そのうちなんかね、普通になってきちゃったさ。あ、普通に。なんか普通にね、あの普通のドラマーと一緒にセッションしてるような感覚になるんだよ、うん、でもちょっと見るとヨカちゃんじゃん。 あ、そうかと思ってすごく嬉しいです。ありがとう。そういう感じだったな、もう、うん、ね、この間はもうなんだろうな、まあ、もう1回やったし、まあ、2年ぶりだったけど。そうですね、うん、2回目という、ね、2回目の日々の音楽祭、ね、違和感とか一切何もなかった。何もない感じだった。なんかすげえなと思って。ありがとうございます、うん、結構その普通っていうのか、自然にそのやってる感じが出るのって結構褒め言葉なのかもしれないです、うん、ありがとうございます。本当なんか普通にセッションした感じだった。うん、すごいなと思って今年のやつは特になんかさ、こうなんか隣でやったからさ、2年前はさ、ね、後ろだったじゃん、ちょっと見えない感じになって、そうそうそう、俺からちょっと 見づらかったんで、今年はなんか隣に並んでて、うん、そのね、見える感じもね、ちょっと安心しましたね。よかったな。そうですね。で、あのアンサンブルもすごく面白かったです。今年のやつな、ツインドラムって感じが結構なんだ、うん、出てました。なあ、面白かった、うん、私は昔からいろんな方の CD とかで川崎さんが叩いてるのを聞いてたので、うん、で実際その1回目の日比谷音楽祭で会ってみて、うん、やっぱすごいなと思って、うん、そのどの方の、うん、バックというかドラムでもなんかすごく合ってる感じがしていて、うん、どれを聴いてても、うん、なんだ、自然に馴染んでるというか、うん、歌に馴染んでいてすごくなって昔から思っていまして。こうか。なのでもう こんだけやってんとさそうなっちゃうんだね。じゃあ最初に、川崎さんはどんなドラマーが好きですか？うん、さ、本当に YouTube でだからいっぱい共演してる人いるじゃん。イアン・ペスダーとか、はい、カーマン・エピソードなんかナムショーでなんか、あ、はい、そうですね、あったよな、はい、ここだからスティックのなんかやってもらって、こういうやつを、ね、はい、そう、だああいう人とかさ、あ、もう僕、俺なんかのルーツで、あ、ちょうどだから中学生ぐらいだな、ちょうど俺が
その頃にね、あの例えばディープパープルで言うと、うん、ライブインジャパンとかさ、ライブ版が出てて、そういうのをすごく聞いたりとか、カーマイアピスもだからベックボガーダンダーピスっていうさ、そのバンドがあって、そのライブ、やっぱライブインジャパンのライブ版があってさ、そういうのをね、もうほんとよく聞いた。ああ、うん、中学生の子、うん、私が生まれた時とか今だと、うん、ディープパープルとか、うん、知ってる中だったらレッドゼッペリンとかはみんな知らないので、うんうん、同世代は大体の方が、なので全然話ができなくて例えばね、俺もさ、そのドラムを始めた頃、うん、俺小学生だったんだよ。あ、6つ、そうなんですか。7つの6つぐらいの時でさ、でな、当時グループサウンズっていうのが流行ったの。アイドルバンドみたいな、そういうのが流行ってて、俺はそれが大好き でドラム始めた頃さ、やっぱり小学校 1年生ぐらいだろ、だから学校に行くとね、グループサウンズの話をできる友達がいないんだよ、やっぱり。あ、そうそう、それでね、だあのね、なんかつまんねえなと思ったことあるそうですね、やっぱり今だと YouTube とかがあるので、そっちの話ばっかりしてて、うん、分からないなと思いながら聞いてるんですけど、あったんですね、そういうことが。そう、もう本当にイアン・ペースとかカーマヤピスだの、ジョン・ボーナムだの、あの辺はもうだから、うん、自分のさ、ドラムのなんかルーツだよ、大元、うん、もういっぱいコピーした昔。うん、したな。最近というか学校でたまに曲をこの給食でかけてほしい曲はここに書いてくださいみたいなのがあって、ですごい迷ったんですよ。して私が書いたのは、うん、絶対これなんか、うん、ほんと承認されるのかわかんないけど書いたんですけど、うんうん、あのレディオヘッドの、うんうん、15ステップ、ん、15ステップっていうやつと、うんうん、キット A の1曲目の、うん、なんだろう、あれ、うん、その2つを書いたり、うん、で、まあ、ちょっとうん、その先生とかに、うん、ちょっと暴力的なのはやめてねって言われたの であの英語でもいいけど、なんかあの歌詞わからないから英語でだからそのちょっと暴力的なのはやめてねって言われて、で最初はレイジーアゲンストザマシンとか書こうかなと思ったんですけど、ちょっとやばいなと思ってやめたんですけどそういうことがなんか結構たまにあります。ああ、本当、学校ではまだまだちょっと早いんだね、そういうの。そうですね、ちょっと社会的すぎるというか小学生にはまだ早いのかな、普通の小学生。そう、多分そう、いや、ちょっと私が思ってるだけかもしれないですけど、そうは思いますねそうか、一番最初にさ、ヨヨカちゃんがさ、この洋楽とされる外国の人の音楽を聴いてかっこいいなと思ったのは何？私はマイケル・ジャクソンとプリンス。お、昔からマイケル・ジャクソンがかかってたり、プリンスをかけてもらったりしてて。それじゃあお父さんお母さんの影響だ。そうですね、マイケル・ジャクソンは本当に昔から、私が生まれる前ぐらいからずっとかかってたらしくて、うんうんうん、もうすごいなんかちょっとなんか遊びで踊ってましたね。いや、こもり歌代わりに。そうですね、そんな感じですね。でプリンスは、うん、本当どの曲もすごくかっこよくて、全て楽器ができるっていうのも私の今の目標でもあって、あ、なのでプリンスっていうのはすごく本当に憧れの存在というか、うん、そういう存在でした。マルチだもんな、ギターも別にやるんだよね。今いろいろ練習してたり趣味でやってたりします。あ、本当、そうかそうか。で、あのそれで、いや、去年出したんだよな。それあのビリシンとかでやったやつ。あ、そうです、そうです、そうです。そうか、ユートピアって曲ですね。見た見た。あ、ありがとうございますあれはあのベースがビリシンで、でギターが YT さんっていうすごい日本人のすごくすごい方なんですけど、その人に弾いてもらって、すごくかっこよくなってます。いや、かっこよかったよ。はい、私もなんかすごいかっこよくなってると思ってびっくりしました。ほんと、そうか。俺もね、ギターとかベースとか弾くの好きなんだよ。あ、そうなんですか。でね、
俺のねその最大の趣味なんだけど、ギター集めたりとかね、うん、ベース集めたりとか好きなの。そうなんですか。あの、ね、私は初耳です。あのね、ヴィンテージもの、要するに古いものね、ああいうのね、あの集めるのが趣味なの。で、ね、そうなんです。まあ下手だけど弾くのも好きなんだよ。あ、いいですよね。たまに面白いよな弾くのも。ドラムだけやっててもなんか音楽の良さが分からなくて、ベースをやったら、あ、なんかこれこういうドラム叩いたらいいのかなとかたまに思います。なんかこうドラムをこう外から見るじゃん、うん、なんか面白いよね。そうですね、うん、結構たまに遊びで家族と、私がベースやりながら分からないんですけど、セッションしたりするので、そういう時はあ、なんかちょっと面白いなと思いながら弾いてます。分かる。意外とそのなマルチな人って多いもんね。そうですね、結構ドラマーとはいえども、例えばスティーブ・ジョーダンなんかもさ、うん、ね、自分でやるし、アンダーソン・パークっていうドラマがいるんですけど、うん、そのドラマはあの歌とかもやるんですよね、うん、すごくかっこよくて、それがなんかこう叩きながら歌うんですけど、うん、ドラミングもかっこいいし歌もかっこいいし、すごいなこの人と思って見てて、その方も結構好きですね。リンゴ・スターなんかも歌うまいし、ね、あの人すごく歌うまいし、例えばね、うん、そういう人多いよ。ジェームス・ジャドソンとかもあの人歌うまいんだよ、ね、うん、70年代とかの有名なソウルのドラマなんだけどさ、その人はもうもともとなんか DJ とかやってたの。ああ、かっこいい、ね、だからこうそういうのが上手くてさ、ドラムも上手くてさ、なんか歌も上手くて、なんかそういう、もともとねシンガーだったらしいんだよ、なんかね、歌を歌う人だったらしくて、それでドラムも始めたみたいな感じ。そういうのもね、あのかっこいいよな。うん、そうですね、やっぱ、うん、自分的にマルチがそのそういう人がすごい憧れなので、すごい今練習してしたり、なんか趣味でやったりしてますね。歌うよこちゃん。うんと、歌うのはちょっと苦手なんですけど、でもたまに歌います。あ、ほんと。ジムケルトのあって知ってますか。もう知ってるどころじゃないよ。好きですか。もう大好きですか。もう神様のような人だね。いや、なんかすごいあの知り合いのドラマーさんが好きなんじゃないかみたいな感じで言ってて、うん、あの時代のああいう人は、あの手の人はもう大好きだな。 ああいう人は、うん、まあなんだろう、普通によく聞いてたし、うん、なんかただ意識してなくても聞いてたものは、例えばジミー・ゲートだったりとかさ、そういうこともあるし、あったし、もうあの時代はそういうのが、そういう人がいっぱいいた、うん、でジム・ケルトンは特になんかもうなんだろうな、うん、ドラマーのルーツみたいな、ロックドラムのルーツみたいな感じでさ、うんうん、なんかもうなんかなんだろう、神様みたいな、ドラムの神様みたいな感じですか。もう神様大好き、そんな感じです。うんうんうん、ありがとうございます。ヨウカちゃんが本当によくやる人たちはね、もう俺たちのルーツだよ。ああ、本当そのやっぱ私がたまにコピーでやるような、そう、イアン・ベスナーなんだ、例えばサンシャイン・オブ・ラ・オブとかのやつだよ、ニンジャ・ルーカーな、はいはい、ああいう人たちとかさ、ああ、俺たちのルーツ、うん、ビートルズしかり、うんうん、もうみんなそう、うん、やっぱそうなんですね、うん。じゃあ、私は、うん、あの楽譜が読めないんですけど、うんうん、あのカースケさんは、俺も実はね音符ってあんまりちゃんと読めないの。あ、そうなんですね。読めないんだよ。私すごいあのテキを読めるかと思ってます。全然、あのね、多分ね、うんと、まともには俺読めないと思う。自分でそういう勉強をしてないんだよ俺、本当にね。小学校とか中学校の音楽の授業しか受けたことないしさ、その頃は音楽の成績悪かったしね。いや、私も悪いですよ。ああ、ね。じゃあ、なんか楽譜を読めなかったら、うん、私はもう本当に聞いて叩くしかないんですけど、うんうんうん、どういう練習法をなんかやってるの。例えば、だから本当にそのちっちゃい頃とか若い頃っていうのは、うん、耳コピ。あ、やっぱり そうですね。ひたすら耳コピで、あの今みたいにさ、例えば
超速本もないし、うん、超速ビデオなんていうのもない時代でさ、うんねうんうん、ひたすらもうレコードしかない、なかったさ、レコードかラジオしかなかったんだよ。ああそんな、それをだからもうひたすら聞いて、耳コピして、もう そんだけ、あと想像、いやもうどうやってんだよみたいな。私も本当もう、あの、レッド・ゼッペリンとかのカバーをする時も、もう、うんまあ、あるんですけど、うん、そんなに映像とかが残ってないので、うんまあ、どういう感じでボラを叩いてたんだみたいな。でなんかその叩き方とかグッドタイムスバッドタイムスとかも、うん、こんな感じで叩いてたんじゃないかみたいな想像を使わないと分かる。グッドタイムスバッドタイムスね、俺もねコピーよくコピーして中学校1、2年生ぐらいの時かなコピーした兄貴がね隣の部屋でレコード聴いててさ、それがね、うん、ツッペリのファーストアルバムだったりとかして、あそれをね、よくコピーした。したかっこいいもんなるな。そうですね、あれができたら本当になんか気持ちいいというか、な楽しいし。イントロとかかっこいいもんな。そう風の感じとかさ。はい。あの入り方とかなんかすごく、ね、独特ですごくかっこいい。ありがとうございます。ああいう時代の人っていうのはもう音符で書けないっていうか、あこう譜面、写譜、譜面を書くっていうことがもう なんつうの、それすらもう違うんだよなんか、そういうことじゃないっていうか、なんかそういうのがあの頃のロックだからさ、うん、なんかそういう譜面に書くとかっていうのもなんかその譜面を見てコピーするとかっていうのはなんか。ナンセンスっていうかあの時代はねそういう感じだな、うん、なんか、うん、感覚でコピーする方がなんかこう面白いじゃん、なんていうか、うん、そうですね、なんか、うん、自分のオリジナルとかもちょっとたまに入れれたりするのでこう頭じゃない感じっていうかこう、うん、体でやる叩くようなそういう感覚の方がさあの頃の音楽はそういうものばっかりだったから、うんうん、な自分で、まあ、譜面は書くんだけどさ一応ね、書くけど自分の分かりやすいように書いてるだけでさ、うん、多分ねあのちゃんとした人が見たら何書いてるか分かんないかもしれない。じゃあいつもライブとかで見られてるのは、うん、そういう自分で、そう自分で考えたやつですか。そう書いてるもんね。あ、そうあの覚えきれないから書く一応書くんだよ。一応書いておくの忘れちゃうからさ。そのために メモ用に書いておくんだけどさ、でも、うん、多分俺の譜面はねめちゃくちゃだから、ね。あの本当にちゃんとした人が見たらなんだこれってなる。じゃあもうカンスケさん用のそういう自分でしか自分しか分からないような、もう人には見せられない恥ずかしくてそのぐらいなレベルだから。俺はね本当ね本当に譜面はいまだにちゃんと読めないんで、いやすごいびっくりしました、うん、なんかすごく読めるすごい曲数をいつもやってると思うので、ね、読める風な、そうそうそんな感じで思ってたのでちょっとびっくりしました。読めない読めない。だからねそうだね、その音楽って本当にそのなこういう字面じゃないからさ、やっぱりね、うん、感覚だからその人の感覚だから、うん、譜面っていうのは、まあ、ある種なんだ会話上の一つのなんか台本みたいな感じで、それ以上のことはもう書けないっていうか。そう、はい、じゃあ後ろに私と川崎さんのドラム
があるので、はい、ちょっとセットを見させてもらおうかなと思います。 OK、 では GO レッツゴー。では先にカースケさんのセットを見させてもらおうと思います。えい、おい、よろしくお願いします。こんな感じ、はい、すごい低いですね。私のやつより変なセッティングだろ結構カースケさん以外そんなに低い人を見たことがなくて、うん、初めて見た時びっくりしました。そう、あの世界一最低なドラマーなんだよちなみにさ、息子もドラマーなんだけど、息子もこんな感じなの。あ、そうなんですね。やっぱり 平らでね、低いのそう、やっぱ遺伝子が川村家の家訓だなこれうんとかね、好きな人が、ね、平らだったりしたんだよ。例えばジンジャーベーカーとかさ、あ、平らだったりしない。平らなんです。それをね、真似しようかなと思ったそしたらこうなった。そう、こんでこうなった。そうなんですね、うん。すごい、なんかこんな、なんだろう、すごく失礼なのかもしれないんですけど、このこんな低いのにすごくパワーが出てすごいなって思うんですこれね、多分ね、普通の人は叩きづらいと思うんで、やっぱこの平らな感じが、うん、この辺とかね、叩きづらいだと思う叩きづらさを体感してみるかあ、じゃあちょっと叩かしてもらいます。ありがとうございます。多分ゆうかちゃんとはね、180度違うセッティングだと思う。あ、多分そうですね、うん、なんかハイハットとかこういうものも結構高いので私、うん、じゃあ叩けるかなこれすごく叩きづらいんですけど、でもすごい本当叩くともっと叩きづらさが分かりますね。でここに座ってみて分かったんですけど、うん、これ叩けないだろ。これ叩けこれがすごく叩きづらいですね。いや叩きづらいよこれはきっと。でもなんか、うん、すごく個性があっていいです。なんかこう音どう音。いや私本当にチューニングとかも全然できないので、うんうんうん、もう全部勘なのであなのでなんかすごくちゃんとやってるなっていうのがすごくいい音してるので、うんうん、尊敬します。チューニングってさ本当はね、どうでもいいんだよ。あ、どうでもいいです。皮が張ってあればいいの。あ、皮が張ってあればで音が出るからそうです、うん、本当は、そう本当そうなんだよ。うん、それで何でも叩けなきゃ本当ダメなんだけどさ、うん、でも自分のものになるとやっぱりこう音とかをこだわってチューニングこうだなあだなとかいろいろやるんだよな、うんうんうん、例えばいろんなとこ、ヨヨカちゃんもさ、いろんなとこ行くだろ、はい、いろんなセットを叩くだろ、はい、そこに行かなきゃ分かんない楽器だったりとか、うん、ね、そういう時はさ、究極はだからね、何でも叩けなきゃダメなんだよ。どんなチューニングでも叩けない、まあ、そうですね、うん、チューニングどんなチューニングでもかっこよく叩ければすごく、そう、それがすごくかっこいいなって、ね、そう本当その通りでね。ドラマーってさ、楽器の音じゃなくて自分の音があるんだよ。こう叩く自分の音があるの、うん、その楽器は何でもいい自分の音っていうか自分だけの音があってさ、だから同じセット叩いても人が叩くと音変わるしね。その人の音っていうのが絶対あるんです。そう、その人の叩く音っていうか、ここの音があるんだ、なんかな、体の音がなんかあってさ、その感じでできるのが一番いいんだよね、本当は。そう、本当はそう思う。そう、なんか前すごく気になってたんですけど、うん、自分から見ると、うん、
かすけさんってこのすねを叩くときにこう、うん、私は真ん中で叩くことをすごく意識するんですけど、あ、そこそこか、あのかすけさんってなんかちょっと外れてる感じが、そう、俺ね真ん中叩けないの、あ、叩け、あ、わざとじゃなくて、そう、なんかね、叩く真ん中を叩くって感覚がないんだ俺なんか、ああ、そうなんですか、ないんだ、そうなんだよ、だからね、端を叩いちゃうの、なんかね、こうこういうとこ、普通みんなここ叩くんだよ、大体な、俺はここ叩いちゃうんだよ、こういう感じで、なんか、ね、そうなん、そういう音の感じが、なんか好きなね、カンって感じが、でも、いいですよね、なんかちょっと、うん、真ん中が一番いい音だと自分で思ったんですけど、ここでもいい音がするんだなっていうのがすごくわかります。なんかいろんな人のドラマ見るとさ、例えばね、うん、この辺叩いてる人もいるし、そういろいろこんな奥叩く人もいるし、うん、この手前叩く人もいるし、なんかいろいろだよ、ね、いろいろです、うん、俺はなんかね、そういう感覚なんだよ、なんか、うん、だから真ん中を叩けない生理的に叩けなくなっちゃって、なんか普通にここを叩いてたんだよな、多分最初から何の疑いもなくそういう感じだね、なんかそうなんですよ、うんうん、いや、なんか気になってたのですごく、うん、だから例えばさ、勉強になりました、チューニングする時もさ俺はここでチューニングしてるんだよ、うんうん、だからこう例えばここを叩くと全く違うチューニングになっちゃうの、ああ、ね、逆に、そうああ、うん、面白いですね、な、例えば、ゆうかちゃん叩いてるの、はい、自分の感覚でどこ叩く、はい、私は普通に でリムをかけるだろう、はい、絶対かけます、なんか かけるのが逆に、さっきのここを叩くみたいに癖になってます、ああ、そうか、俺は例えば、俺もリムをかけるんだけどさ、俺らは本当ここを叩けないと、こう、ちょっとカンってなるんだな、うん、ちょっと端っこ叩くと高い音っていうか、ピッチが高くなったような音します、金属っぽい音ってか、カツンと音ってか、ちょっとなんかバイオンの感じが変わるんだよね、うん、だとこうなんかやっぱ叩くね、こう叩いてる感じがフォームっていうのかな、うん、これがやっぱ俺もここになっちゃってるんだよな、多分な、あとなんかここ私だったら本気で叩くとここ当たっちゃうんですよ、うん、これってな、当たることはない、当たる当たるんです、うん、そう、普通に当たるんですそうなんです、あんま気にしてないんだよなありがとうございます、なんか本当人のセットって全然違うもんな、そうですね、全てが違うっていうか、ちょっと自分のにも違うし、他の人の方のやつも違うので、ちょっとびっくり、みんな違うもんな、こんなに違うんだってぐらい面白いよね、面白いですね、じゃあ私のセットをちょっと見てもらって、よし、ゆうかちゃんも見てみます、よろしくお願いします、はい、私のセットは本当に毎回変わります、場所によって、うん、で、かすけさんとは違ってちょっと高いですね、ね、はい、そうだね、高くて、うん、これが斜めになってますね、平らじゃなくてでもね、本当はこういう斜めになってるとかの方が叩きやすいんだよ、絶対、もう全然分からないんですけど面白いです、そうなってます、うん、本当はその方が届けるんだと思うんだけどな俺は、うん、で私はツインペダルを使ってます、おお、なるほど、よく使います、うんうん、ソロとかに、うん、俺もね昔ねツーバスとかやったことある、ああ、うん、面白そう、やっぱあのジンジャーベーカーとか好きだったから、あ、やったことあるな、ヨガにちょっと叩いて私叩きます、うん、こんな感じでいつも叩いています。イエー。
ツインペダルいいねやっぱね。そうです ね、チョロとかの時にはやっぱり使いやすい。ちょっと、どうぞ。そうかそうか。このツインペダルっての何年ぶりだろうやったのすごい新鮮、よかったよ、面白い、これは面白いな。人が叩くとまた音が違うだろう、なんか違う、そうですね、結構カウスケさんが叩くとすごくしっかり鳴らしてる感があって、すごい違いますね。これがだからやっぱ、なんか、ね、ヨヨカちゃんが俺の叩けばヨヨカちゃんの音になるしな、俺がヨガちゃんの叩くと自分の音になるしな。じゃあ俺から行こうか。じゃあなお願いします。おい、行くよ。はい、私はカスケさんが叩いてる曲の中でも椎名林檎さんの正しい街という曲のドラムがすごく印象的なんですけど、ちょっともしよかったら見せてもらえますか。よし、これね、
裏話的なことを話してさ、はい、このフレーズってね、これね、デモテープの段階からもこれがあったの。あ、そうなんですね。そうそう、だから別に俺が考えたフレーズでもじゃないんだよ、これは。でもやっぱり川助さんが叩くとすごく迫力があります、うんうん、印象はなんかそんな感じになっちゃったけどね、本当に実はね、そういうのも、うん、あの亀ちゃんのデモテープっていうのがあってさ、それがね、もうこういう風になってた、うん、それをそのまんまね、叩いただけなんだよ。うんうん。ね、で、その、で、これがあの、アルバムの1曲目だったし、なんか、すごくそれでこう、なんか、印象が深くなっちゃったのかな、ね。そうですね、印象が深いですね。うんうんうん、なんか、そのフレーズとかで何か、なんか、そのデモテープを送られてきた中で、なんか、気をつけたこととか何かありますか？うん、なんだろうね。まあ、特にどんな曲やるときもそうなんだけどさ、うん、ちゃんと叩こうと思うんだよ、なんかなしっかり叩こうかなと、あの、こう、あの、なんつうんだろうな、こう、うやむやにならないように、しっかり叩きたいなっていうのがいつも、何やるにも思っててさ、うんうん、あとはその、そういう、多分デモテープとかいろんなのがあるけど、まあそれを、自分なりにどうやるかとか、うんうん、ってことも考えるし、うん、ね、自分なりの解釈で叩こうかなと。絵描くときにさ、こうね、色を塗るとかあるだろ、はい、こう何色にしようかなとか、はい、ね、どんなモノクロにしようかなとか、こう派手な感じにしようかなとかあるだろ、それと同じでさ、このドラムもやっぱりそのね、そのやっぱり色付けとか、あの匂いを感じるようにしたりとか、そういう場合はだからスネアの音色をどうしようかなと考えてみたいと思います。椎名林檎さんの曲以外にも、うん、星野源さんの曲、例えば、うん、恋だったり、うん、そういうすごくあのドラムの音というか、うん、スネアの音とかがすごく印象的だなと思うんですけど、うんうんうん、どんな感じでチューニングしてるとか、うんうん、そういうのってなんかこだわりとかありますか？ね、例えばね、あの、曲のその匂いとか色としては、うん、例えば70年代とかの、その例えば何だろうな、あの ソウルとか、no. そういうブラックミュージックとか、ああいうイメージがあったりとか、あの頃のこの音のイメージがなんか あるんでね、源ちゃんの中にもそれがあって、でじゃあスネアをどうしようかなとかさ、チューニングどうしようかなとかで、いろいろ考える、そうするとあの頃ってやっぱりそのなんつうの、ドライな音が多い、近い音ってかな、なんつうのか、例えばジョン・ボーナムみたいなあんな大きな音じゃなくてさもっとこう近い音、タイトな音っていうのが多くてさ、でそれでそういうイメージで、でしかもちょっと、スネアのピッチもちょっと低かったりとか、そういうのが多いんだよ、あの頃のって。まあそういうその辺のイメージからあの辺の音は来てるんだけどさ、でじゃあスネアをどうしようかとかいろいろ考えてやる、うん、でそのスネア、例えばピッチを下げてみたりとか、うん、そういうミュートをしてみたりとか、あのそういうことを やってんだ、あれは、うんうんうん、それちょっとじゃあそのチューニングをやってみようか。あ、そのね、ぜひローピッチのってのは、はい、うん、これちょっとスネアを変えますね。スネアを変えて、まずじゃあこの 今の状態っていうか、これ普通のチューニングな感じなんだけどさ、でこれじゃあその70年代な感じ、ちょっとローピッチな感じ、ドライな感じとかイメージがあってさ、でじゃあじゃあそれそんな感じにしてみようか、ね、これね、まずこうピッチを下げる、あ、下げる、なんていうの、
今割とこう高めなチューニングだからさ、はい、これね、こうちょっとこれ取ってね、これもだから自分の感覚だったりとかもするんだけどさ、うん、自分のそのイメージで昔のああいう本当にその70年代のソウルっぽい感じとか、うん、ああいうこのドライな音の感じをイメージしてさ、うん、やるんだけど、こう父をどんどん下げてまず下げるんですね、なんか下げるんですね、うん、うんうん、ちょっとドスンって感じ、うん、まあ、例えばこの上下がってきた、下がってきました。でこれはちょっとまだこう変な倍音とか、うん、あのサスティングが多いんで、俺はミュでこれでミュートするんだけどさ、俺はミュートの時にこのガムテープとティッシュペーパーを使うの。これなぜかっていうとどこにでもあるんだよこれ。あ、そうですね、結構絶対あるんだよ、ティッシュペーパー現場とかでは絶対あります。だから これがあればどこ何でもできるから、これで、ミュートするんだけど、もう一個ぐらいね、用意して、うん、で、この貼る位置もいろいろあるんだけどさ、自分はね、このなんか手前と横が好きなのな、うん、横で貼ってみ、こうやってね、手を貼ってみたら、こうミュートされるんだけどさ、こうやってちょっとドーン、ザーンとなると、うん、で、ちょっと後でちょっと調整を、微調整を、うん、こんな感じの音。ちょっとこう、まあなんだ、ローピッチなドライの音っていう感じなんだけど、うん、ちょっとミュートもいっぱいして、でしかもこうリムをかけなかったりとか、うん、こうここだけヘッドだけで。そうするとちょっとこうなんかそういう気分になれる、なんかね、なんかちょっと、うん、あの聞く音源とすごく似てるというかいい音ですね。なんか、うん、こんなこれでこうやって結構思ったよりドライな、そうなんか割とこう音短めにしてさ、ちょっとでこうピッチも低くして、うん、ちょっと叩かして、このリムかけないで叩く。なんかすごく面白いです、うん、いつも叩かないけどこの下げていい音になるっていう、うんうん、この想像がなかったので、あ、そうかそうか、下げてもいい音になるっていうのが初めて知りました。もう一度なんかリズム叩いてみる。あ、なんかすごい楽しい叩いて、これぐらいこんな感じ。そのなんかね、気分も変わるだろう、なんか叩いた時のさ、うん、そうかそう、多分ね、昔の人はねこういうこといっぱいしたと思う。あのね、例えばね、
リンゴストアとかもさ、見るとさ、あの人ね、こう、タオルをかけてるんだ、ここに。あ、もうそのままタオルかけて、そのまま叩いてるんだ。結構なんか、膝掛けとかを、こういう、バーって、なんかタオルかけて、して叩くと結構いい音がしたりして、一時期ハマってました。なんかすごいいい音するなと思って。こんな感じ。そう。そうするとなんかああいうね、ビートルズの、例えば、そうだな、後期の方の音っていうかね、まあ、こうみんなそういう短い音になってて、そうするとこうなんかね、そういう気分になれる。やってると。なんかリンゴストーンになったような感じになって例えばさ、マイケル・ジャクソンとか。なんかこういう音を研究するとすごくずっと研究できそうですね。そうなんだ。これはね、面白いの。なんかすごくその音源とかも聞いてて、この音のその連打っていうのがすごく気持ちいいなって思って、ありがとうございます。かっこいいのが
や、川崎さんありがとうございました。ありがとうございました、また一緒にどこかでできれば嬉しいです。楽しかったね。はい、楽しかったです。いっぱい喋りましたけど。はい、喋りました。はい、ではドラム講座37終わります。バイバイ。